モンスターハンターシリーズモンスターハンターポータブルモンスターハンターポータブルは2005年にカプコンからプレイステーションポータブル用に発売されたハンティングアクションゲーム。この記事では続編であるモンスターハンターポータブルセカンドモンスターハンターポータブルセカンド G モンスターハンターポータブルサードモンスターハンターポータブルサード HD バージョンについても扱う。 モンハン日記ポカポカアイルームら及びその続編については該当記事を参照。大まかなゲームの内容と世界観についてはモンスターハンターシリーズを参照。この項目では以下の略称を用いる2005年12月1日発売。本作はプレイステーションに用ソフトとして発売されたモンスターハンター G をプレイステーションポータブル向けにリメイクした作品である。 日本国外での故障はモンスターハンターフリーダム。当時 PS2 用ソフトの PSP への移植は珍しくなかったが単なる移植ではユーザーは買わないだろうとの開発側の判断から各種の新要素が追加された。村の中で栽培や採掘、採取が行えるココット農場や従来の食事システムを拡張したアイルーキッチン等システムの拡張が行われ、さらに メガヘルツ2に登場する一部の武分が追加されており、片手剣、双剣、体剣、ランス、ハンマー、棒ンが使用可能。PS2 版では複数人数でプレイしようとすると、マルチマッチング BB の契約が必要だったが、PSP 版では本体とソフトさえ持ち寄れば簡単に、マルチプレイが可能になった。PSP には従来の右スティックにあたる入力機器がないため、 ボタン入力のみで攻撃を行うようになっている。基盤となった MHG に比べて武器の攻撃力が全体的に高く、モンスターの体力が低く調整されており、すべてのクエストがオフラインで遂行できる。基本的には MHG の一色であるが、伝説のガンナーと呼ばれる人物が村におらず、ハンターに復帰したことになっている点など、 ゲーム中である程度の時間が経過したことになっている。村人の会話内容は前作までと大きな変化はない。手軽に協力プレイができることから口コミで、じわじわと人気が広まっていき、元となった、プレイステーション2要素フト、モンスターハンタージーの売り上げを大きく上回り、発売から2年後の2007年にミリオンセラーを達成した。MHP に発売以前から、 ベスト版が販売されていたが、m h p に発売に合わせて、さらに低価格化された。日本ゲーム大賞2006年度特別賞を受賞。2007年2月22日発売。メガヘルツ2をベースに、MHP の続編として発売された。MHP のような移植作品ではなく、メガヘルツ2から世界観を受け継いだ新作となり、拠点は、ポッケ村という新しい村となった。 村の立地が雪山近辺のため、今作における最初の狩場は雪山となっており、メガヘルツにでは雪山に行けるのは中盤以降であったことを踏まえて難易度は調整されている。その他のフィールドにおいても、メガヘルツにでは一方通行だった崖などが登り下り可能となり、遠回りする必要がなくなった。後日する。 BG ロードの採用で、エリア切り替えの際のロード時間も短縮されている。上位クエストにおけるザコモンスターの無限発生や、新規追加武器のバランスも調整された。メガヘルツにまでに登場したモンスターに加え、新モンスターのティガレックス、アカムトルムが登場した。山掴みはバランス面に明る上での都合で登場せず、前作まで白、ランポス。 ランポスアシュと呼ばれていたモンスターに、ギアノスという正式名称が与えられるなどの変更点も見られる。武器には、メガヘルツに同様、MHP の武器に、立ち、狩猟部へ、ガンランス、弓が追加され、全11種になる。MHP 同様のアイルーキッチン、農場も登場し、アイルーキッチンには、よろず焼き、農場には、トレニアーと、それぞれ新要素が追加された。 トレジャーハンターズはトレジャーハンターとなり一人でプレイできるようになり、ギルドカードのページ数が6ページに自宅だけでなく農場や集会所、アイルーキッチンにもアイテム限定の小型アイテムボックスが置かれるようになった。装備変更は従来通り自宅のアイテムボックスのみで行う。クエスト中のエリア間の移動の際にかかるロード時間を短縮するため、 BG ロードという機能が追加された。BG ロード使用時はバッテリーの消費が多く PSP を AC アダプタにつなげておくことが推奨されており、機能の ON、OFF も設定できる。キャラクターの行き来が早すぎてロードをする前にマップ移動に入った場合等、条件によってはロード時間の短縮が行われない場合もあるが BG ロードが ON 状態であれば、 ロード時間は最短で1秒を切る。PSP-2000 以降にはキャッシュ機能があり、すでに訪れたことがあるエリアでは、ロード時間が従来の1、3ほどになる。2007年3月にシリーズ及び PSP 用ソフト初のミリオンセラーを達成。累計売り上本数は約172万本とベースになった PS2 用ソフトモンスターハンター2の 約3倍の売り上げを記録した。Wii スポーツと共に日本ゲーム大賞2007年度大賞受賞。ファミ通アワード2007大賞受賞。2008年3月27日発売。MHP2 のアップグレード版で、初代メガヘルツから MHP2 までの要素を集めた集大成的作品。武器や防具、アイテムは、前作から一部を除き、引き継ぎ可能。 ただし、一部能力等が調整されている。新システムとして、仮にアイルーを連れて行ける、オトモアイルーが、また、MHP でも存在した、上位クエストよりも難しい G 級クエストが追加された。上位よりもモンスターの能力が上昇しているが、その分入手できる素材もグレードアップし、より強力な武器や防具が製造できるようになった。また、村で受注できるクエストに、初めて、カイト、 上位の区別がなされ、上位クエストは、ネコートから受注可能である。MHP までに登場した旧フィールドや、MHF からの新フィールド、樹海を登場させているほか、前作には出現しなかった山カミや、新モンスターとして、ナルガクルガや、ウカムルバスなどが登場し、その他複数の足モンスターも登場する。これらに加え、MHF からは、ヒプノック、ボルガノスが登場。 また、ほぼすべてのモンスターに攻撃方法の追加、調整がなされている。装備面では新たに g 級ハンター用防具として X シリーズと Z シリーズが追加された。これらの防具は、髪の色のように3種類のカラーバランスの設定で一部の色を変えることができる。武器については、各武器種ごとに細かな性能の調整も行われ、 前作においては驚愕の能力を有していたアカムトルム装備の開放修正が行われた。今作ではシステム的な側面においても変更されている部分があり、データインストール機能では一部のゲーム情報をあらかじめメモリースティックに保存しておくことで運動単体からデータを読み込む場合と比べてロード時間を短縮することができる。MHP2 で採用された。 BG ロードも継承され、この二つを組み合わせることによって、ロード時間がさらに短縮された。戦闘時の BGM は MHz2 のものから MHF のものへ変更されている。2008年4月にシリーズ3作目のミリオンセラーを達成。その後も長きにわたり、売り上げを伸ばし、2018年1月現在の累計売上本数は MHP2 の2倍以上。 ベスト版を含めて約422万本に達している。通常版が b ィットと共に日本ゲーム大賞2008年度大賞受賞。ベスト版が日本ゲーム大賞2009年度特別賞を受賞。PSP-2000 本体とアクセサリーを同梱したハンターズパック g もソフトと同時発売された。2009年7月23日には PSP-3000 本体を同梱した新米ハンターズパックが発売された。2008年10月にベスト版、2009年12月に再ベスト版、2012年7月には再々ベスト版が発売された。2014年5月8日には iOS 版が配信開始された。プラットフォームの違いによる高精サイド化や読み込みの高速化に加えターゲットカメラ、 自動追尾などの機能が追加されているほか、タッチパネルおよびムフィーライセンスプログラムに対応したゲームコントローラでの操作に対応。Wi-Fi 通信による4人までの協力プレイにはアドホックモードは必要ない。また、構成サイド化にあたっては UI のレイアウト調整、アイコンをベクタ形式に変換した上で公開ぞ。2019年9月1日に iOS 版の販売。 およびサポートが終了した。2010年12月1日発売。メガヘルツさんと MHP2G をベースとした PSP 向けソフトのシリーズ第3作。本作では和を基調とした東、アジア風の温泉観光地、ゆくも村が拠点となり、メガヘルツさんに登場したフィールドに加え、新フィールド、軽流が追加された。 メガヘルツ3の最大の特徴であった水中での狩りは、本作では実装されず、水中戦がメインのモンスターは登場しない。こと、水没林は水中エリアが削除され、メガヘルツ3ではランダム配置だった採取ポイントについては、本作では従来通り固定となった。メガヘルツ3の地上モンスターが引き続き登場したほか、ジンオーガなどの新モンスターやアシュが追加。 MHP2G からも一部モンスターが引き続き登場している。武器は MHP2G に登場したすべてのタイプとスラッシュアックスが収録され、攻撃モーションはメガヘルツ3のものを基本に追加、修正が加えられている。この作品のみ武器の攻撃力の数値の表示方法が異なっており、従来は見かけ上攻撃力に極端な差があった武器でも、 本作では攻撃力の数値は同じと表示されるようになっている。MHP2G で好評だったオトモアイルーも健在。本作ではシングルプレイ時で最大2匹、2人プレイの時にお互い1匹ずつオトモを連れて行動することが可能になった。さらにハンターと同様にオトモにも武器、頭部防具、胸部防具の3種類あり。 複数ある中から自由に装備させることができ、前作より細かなカスタマイズが可能となった。また、MHP2G 及び、モンハン日記ポカポカアイルムラの、セーブデータがあると、本ゲームを、プレイ時にお供アイルムの装備を入手できる特典がある。前作同様クエストには、下位、上位の区別があるが、G 級は存在しない。また、BG ロード機能が削除された。 メタルギアソリッドピースウォーカーと前作 MHP2G のコラボレーションに続き、今作でもメタルギアシリーズとのコラボレーションが行われた。全体的に MHP2G よりも他企業、漫画、アニメ作品とのコラボレーションに積極的でオリジナルの武具のほか、漫画、アニメのキャラクターが着ていた服や使用していた武器等の素材が手に入るクエストが発売から1年の 間毎月のように配信されていた。初週販売本数はエンターブレイン調べで2146,467本を記録した。2011年1月には400万本に到達した。パッケージのみを差し替えた韓国版が存在するため、わずかだが国外向けにも出荷された。2011年2月10日には、 PSP-3000 本体を同梱した新米ハンターズパックが発売された。日本ゲーム大賞2011年間作品部門大賞。ファミツーアワード2010では大賞を受賞し、マスコットキャラクターのアイルも最優秀キャラクター賞を受賞した。モンスターハンターポータブルサード HD バージョン編集 MHP さんのプレイステーション3への移植版。 2011年8月25日発売。e カップコン限定で、Bluetooth ヘッドセット付属のエクステンディットエディションも発売された。PSP 用のゲームを PS3 用ゲームとしてリマスターした PSP リマスターシリーズの第一弾である。PSP リマスターの企画はスがわが立ち上げたものであり、カップコンの辻元良蔵によると、 最初に説明を受けた時点ですでに菅川が制作した MHP3 が実機で動くデモが存在していたという PS3 用ソフトとしては初めてアドホックパーティーに対応ゲーム内容は MHP3 と同一でありトロフィーには対応していないセーブデータも PSP 版と同一でありハードウェアシステムメニューのセーブデータ管理で PSPPS3 件でのデータのコピーが行える。なお、アドホックパーティーのルームに出入りするためにはソフトを一度終了しなければならない点やセーブデータの移動方法がプレイヤー任せのためセーブデータを上書きする危険性がある点などシステムの作り込みの甘さを指摘する声もある。ディスクには MHP3HD とアドホックパーティーのデータが入っており、 これを PS3 にインストールするとゲームの一覧に PSP リマスターというホルダーが現れ中に MHP3HD が入っておりプレイする際はここから起動する起動すると通常プレイとアドホックパーティーの選択肢が出るなお PlayStation ネットワークには対応していないためアドホックパーティーの動作環境を満たす優先でインターネットに接続された 無線 LAN 機能を持つ PS3 でないとオンラインプレイはできない。映像特典として MHP 歴代シリーズのオープニングムービーと生体ムービーや MHP3 の一部ムービーが入っている。また、競合ハードである XBOX360 の XBOX LIVE 48時間ゴールドメンバーシップ、XBOX360 版、MHF の各種プロダクトコードが付属されている。 その他の変更点は以下の通りアドホックパーティーも参照本シリーズはスのプレイステーション3専用ソフトウェアアドホックパーティーを利用することによって全国のプレイヤーと通信プレイができる利用するためにはまず有線でインターネットに接続した PS3 を用意しメニューからプレイステーションストアを起動するストア内の検索機能を使って アドホックパーティーを探し出し、ダウンロードする。ダウンロードが完了すると本体が自動でインストールを実行し、完了すると、ゲームの一覧に、PlayStation 3というフォルダーが現れ、中にアドホックパーティーが入っている。これで、ソフトの準備は完了である。次にアドホックパーティーを起動し、MHP3 の場合は特設ワールドへ移動して、スタートを押す。すると、 ワールド選択画面に映るので好きなロビーを選び入場する。ここで PSP を起動し、いつでも集会浴場に入れる状態にしておく。すると、ロビーにもよるが、人がいて、ルームが立っている。ルームに入るか、自分で作るかしたら、集会浴場に入る。この時ルーム名、コメントをよく読み、趣旨を誤解しないよう気をつける。入ったら、チャットを使って挨拶し、 十分打ち合わせをして、クエストに出発する。ルームから出たいときは、ボタンを押して、メニューを開き、ルームから出るを押すと出ることができる。この時チャットで、別れの言葉を言うことが望ましい。また、ルームから出る前に、そうしないと、自分のキャラクターが、周回浴場に残ってしまい、後からルームに入ってくる人に迷惑をかけてしまう。MHP3HD の場合、一度ゲームを、 起動すると、通常はチャットができないが、別売りの USB キーボードやワイヤレスキーパッドを使用することで、それが可能になる。またルームから出る場合は、R にボタンを押しながらボタンを押し、体質を選択することで、ロビーへ戻ることができる。アドホックパーティーを利用するために必要なものは次の通り。なお、アドホックパーティーは PS3 専用ソフトウェア。 プレイステーションホームから起動することもでき、特設ラウンジ、カプコンコーで待ち合わせをして、落ち合ったユーザー同士で、アドホックパーティーへ移行することもできる。ザリンク界などのトンネルリングソフトも同じ原理であり、これらを利用することでも通信プレイが可能である。PSP で販売された本シリーズは全てアドホック、通信であり、アドホックパーティーが登場する以前は見知らぬ、プレイヤー。 またオンラインでプレイを行うことは原理上不可能だったしかしながらアドホック接続に対応した無線 LAN アダプタをよだがこのシリーズでは同ジャンルゲームのほとんどに存在するカメラのロックオン機能が一貫して存在しておらずハンターの移動と視点移動を同時に操作しなければならないこれに対しプレイヤー間ではアナログパッドを普通に親指で操作すると同時に十字キーを 折り曲げた人差し指で操作する独特の持ち方が普及し、その持ち方は本作の名前をとってちモンハン持ちと俗称される。また L ボタンはプレイヤーの背中にカメラを戻すほか、同作では使用アイテムを切り替えるにも使用するため、左手の中指を L ボタンに添えることも多い。ただし、左手の親指と人差し指でほぼ同時に、 別々の操作をするのは、それなりの器用さが要求されるため、誰もができる持ち方ではない。なお後に発売された、スビタには、右スティックが存在し、プレイヤー移動と視点移動は、両手の親指で可能となった。モンハンシリーズには、MHF を除きスビタ向けのソフトはないものの、右スティックが、コントローラーに採用されている PS3 向けに、サード HD バージョンも発売されている。 ファミツのウェブ上にて、モンハン持ちができません。が連載されている。公式サイトその他この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。モンスターハンターポータブルセカンドに関するカテゴリー、モンスターハンターポータブルセカンド G に関するカテゴリー、モンスターハンターポータブルサードに関するカテゴリー、モンスターハンターポータブルサード HD バージョンに関するカテゴリー。ありがとうございます。